パ、はい、どうもパテモス協会でございます。というわけで本日は、まあ、適当に作ったミートスパゲティでございます。はい、というわけで多分普通に食えるレベルだと思いますんで食べたいと思います。というわけでいただきます。今日スープ作りませんでした。はい、作ろうかなと思ったんですけど気力が湧かなかったんで簡単なねミートスパゲティで許してくださいということで飛んだ。うん、あ、ティッシュがない。まあいいか、あとかどこ。というわけでいただきます。ひき肉をね解凍してたんでね使わないとということで鶏肉で、普段鶏肉のひき肉ではミートスパゲティしないんですけど合いびきなんですけど、まああったんでね鶏でもいいでしょうということで、はい、いただきます。うんうん、バッチリですひき肉が飛んでいきます。あ、うめえ。あ、このピリ辛感がうまいボロネーゼとミートスパゲティの差がよくわかんないんですけどね、私はね。うん、ああ家飯感いいな。まあボロネーゼもミートが入ってミートスパゲッティの中のボロネーゼっていうことかな、もしかしたら。うめうめえけど、ひき肉と麺が合わない。麺がね、混ざり合わない。やっぱスプーンとか持ってきた方が良かったんかな。パスタも、どんどん具が残っていきますからね、最後。めっちゃ美味しくできてるやん。大体いろんなソースとワイン入れるときは美味しいですよねケチャップと、今日はウスターソースとドロソース、うん、あと赤ワイン、そんなもんですよ。オレガノとか入れましたけど、ナツメグか、ナツメグとか入れましたけど、あんまし違いは分かりません。まあ、ひき肉といえばね、ナツメグかなと思って入れただけです。はい。落ち着くわ。ミートスパゲティ嫌いっていう人あんまいないでしょ。これめちゃくちゃ好きっていう人も多分いいかもしれんけど、まあ、とりあえずミートスパゲティでミートスパゲティやったら文句言わないでしょ。うんむせポケットに玉ねぎかひき肉がホールインワンしました。パスタは程よいな、今日はバッチリです。こういうパスタなんてもアルデンテとか言う人たまにいるけど、アルデンテとかどうでもいい思いだな。俺だけかな。ちょっと茹ですぎでむよっとなったぐらいでも美味しいかなと思うんですけどね。
どうなんでしょう、アルデンテともっとうまいかな。見事にミートが残り出している。粉チーズドバドバかける人もねいいと思いますけど、私粉チーズ好きじゃないんでね、かけてません。もっとこれをミートをドロッとさせたらよかったんかな。小麦粉とかでも入れて、どうなんやろ、砂糖とかね入れてちょっと泥つかせた方がよかったんかな、もっと絡んだんかな。レシピとか基本的にあんま調べないんで、大体ないもんがあるからな、ないもんが多かったりするんで、調べても。だもんでも大体でねやってます。でもワインがあってよかったな、ワインありなしではちょっと違うかもしれんね。あとほんまやったらトマトあれよかったけどな。これバゲットでもあれやね、こっからうまかったな、さらにね。すまねん、ティッシュはないからズルズルしちゃってます。いつもかもしれないけど、子供さんも食べるときはこの唐辛子抜いた方がいいかもしれんね、辛いから。ずいぶんと前に冷凍したね、鶏ひき肉がね気がかりだったもんで、これで使えてよかった。当初はね鍋用のつみれにしようと思って買ってたんですけど、もうそろそろ鍋も俺はあんましええかなと思い出してるんで、ここじゃ使っちゃいました。合いびきだけよりは、合いびきだけで作るよりかはね、ちょっと軽い感じにできたかなと。胃もたれしやすいね、中年になっちゃってますんで。というわけで今回は感想ながらスパゲッティ、ミートスパゲッティを作って食べました。美味しゅうございました。
ごちそうさまでした。